こんにちは、読者の皆さん。本日は、ロサンゼルスドジャースのスター選手、大谷翔平の今シーズンにおける様々な偉業や記録に挑む姿について、徹底的に分析し、より深く掘り下げていきたいと思います。彼の驚異的なパフォーマンスの裏にある要因や、今後期待される記録の達成可能性について、多角的に見ていきましょう。大谷翔平と、50から50の可能性に迫る。大谷翔平は今シーズン、すでに46本塁打、47盗塁を達成し、前人未到の50から50という偉業を目前にしています。この数字がいかに驚異的かというと、メジャーリーグ史上で一度も達成されたことのない記録です。打撃と走塁の両方でこれほどのパフォーマンスを見せる選手は、過去にも存在していません。元 MVP のジミー・ロリンズ氏は、この50から50の達成を非常に現実的なものと見ており、特に大谷翔平の今後のスケジュールに注目しています。残りの試合のうち、9試合は打者有利な環境が整ったコロラドロッキーズとマイアミマーリンズとの対戦です。特にコロラドではコーチの影響で球がよく飛び、ホームランを打ちやすい状況になるため、ここで大谷翔平が本塁打を積み重ねる可能性が高いと予測しています。さらに、マイアミでは多くの若手選手が、大谷翔平のようなトップ選手に挑むことで自分の実力を証明しようとするため、積極的なプレーが見られることが期待されます。これにより、大谷翔平が盗塁数を増やすチャンスも大きくなると考えられます。一方、ワイルドカード争いをしているチームとの対戦では、対戦相手の投手が慎重になり、大谷翔平との勝負を避けることが予想されます。プレーオフ進出を狙うチームにとって、大谷翔平に決定的な一打を打たせたくないという心理が働くのは当然でしょう。このような状況下でも、大谷翔平が残りの試合でどのように自分の力を発揮するかが注目されます。ジミー・ロリンズ氏の分析は非常に的確で、特にプレーオフ進出を狙うチームとの対戦での投手の慎重な姿勢は、今後の試合で重要なポイントとなるでしょう。しかし、彼は最終的に50から50を達成すると予想しており、その舞台はコロラドになる可能性が高いとしています。この50から50達成がメジャーリーグの歴史においてどれほど特異な瞬間となるか、我々ファンとしても注目せざるを得ません。ドジャースの投手陣、負傷に悩む現状。大谷翔平が打撃で大活躍を見せている一方、ロサンゼルスドジャースの投手陣は今シーズン多くの負傷者を抱え、チーム全体が不安定な状況にあります。特に、エースであるクレイトン・カーショー投手の負傷は大きな打撃です。カーショーは8月30日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で左足の指を負傷し、わずか1回で降板しました。カーショー自身は足の指以外は調子が良いと語っていますが、この負傷によって再び離脱することになりました。今季のドジャースは、他にもギャビン・ストーン投手が肩の炎症で離脱するなど、投手陣全体が怪我に悩まされています。米メディアヘビーの記者ルッセル・スタインバーグ氏は、ドジャースの現状に対するカーショーのフラストレーションを強調し、チームとしてイライラする現状だが、まだ希望はあると語っています。この発言からもわかるように、チーム内では大谷翔平のような選手が活躍している一方で、投手陣の不安定さがチーム全体に影響を与えていることが感じ取れます。カーショーはプレーオフでの復帰を望んでいますが、現時点ではその実現は不透明です。ドジャースにとっては、シーズン終盤に向けて投手陣の復調が鍵となりそうです。大谷翔平のバッティングだけでなく、チーム全体がどのようにこの厳しい状況を乗り越えるかが、今後の注目ポイントとなるでしょう。大谷翔平でも到達できない119の壁。さらに注目すべきは、大谷翔平が今シーズン、DH、指名打者としての長打記録に迫っている点です。彼は現在、シーズン83本の長打を記録しており、歴代3位タイに位置しています。2016年にデビッド・オルティスが記録した DH 最多の87本を更新する勢いですが、それでもベーブ・ルースが持つ119本という圧倒的な壁にはまだ届きません。ルースは1921年に59本塁打、44二塁打、16三塁打を記録し、シーズン119本の長打を達成しました。
これはメジャーリーグの歴史においても非常に稀な偉業であり、同年にバリー・ボンズが記録した107本の長打すら凌駕しています。大谷翔平が現在のペースで長打を積み重ねたとしても、この119本という壁を超えるのは極めて困難な挑戦です。しかし、大谷翔平は依然としてオルティスの DH 最多記録を更新するペースにあり、ドジャース史上最多の長打記録も視野に入れています。ロサンゼルス移転後では、昨年フレディ・フリーマンが記録した90本が最多となっていますが、大谷翔平はこの記録も超える可能性があります。一打席一打席が大きな意味を持つ中で、大谷翔平がどこまで長打を積み重ねるか、ファンとしては目が離せません。特に彼がこの歴史的な瞬間をどのように迎えるかは、今後の試合における最大の見どころの一つとなるでしょう。結論、大谷翔平は今シーズン、類稀なパフォーマンスでメジャーリーグの歴史を塗り替えつつあります。彼の50から50、達成の可能性、DH としての長打記録更新、そしてチーム全体の状況を考慮すると彼がいかに重要な選手であるかが明白です。ドジャースのファンとしては、大谷翔平が今後もどのように活躍し、チームを牽引していくかに大いに期待が寄せられています。プレーオフ進出を果たしたドジャースが、どのようにチーム全体を立て直し、さらに大谷翔平の偉業達成に向けて支えていくのか、シーズン終盤戦はますます目が離せません。これからの大谷翔平の活躍に、どうぞご注目ください。